3センタープラスのダブルボランチで奪い取って攻撃へという名古屋グランパス。ここまでああいい運びですね。一つ運びます。これができる動かし方をしてほしいですよね。ここはエスパルスがラインを上げました。裏にはスペースがありますが、あ、藤井が持ち上がる。田向を投入するというポエトス監督です。チャンスにかわした藤井。まあ、残り時間も少なくなってきましたのでね、はい、やはりこれから訪れる、ね、このチャンスをどちらがものにできるかというところですよね、はい、狙いに行こう。こちらはいかがですか。まあ、福岡が、まあ、負けている状態なのでロングボールを多用してくるというところを、まあ、想定していると思います。合わせていきたい。今度はグローになったか。ただ名古屋です。いやー、カウンターですね。あー、これ3対2。石が慌てて戻りますが、一気に運んで柿田に戻すか。シュートに来ました。台から相手に捕まらないポジショニングを取っている先頭。持ち上がる藤井、まだ持っていく。3バックの真ん中、成長株の藤井が持ち上がる。左にマテウス。さあ、マテウス、中川が行きますが、森下から中に出てこれがつながっていく。藤井からマテウス、ヒールでというのがエドアルドついていた。全体のラインをハーフウェイラインまでぐっと上げました。アウェーチームこういう形が出たシーンですよね。で、今おっしゃられましたけど、左サイドバックですよ。あの深いところまで入ってるのね。まあ、例えばその設定とかも絡んでくるんですよね。いや、もうそうですね。藤井は持ち出せるわけ。おー、水沼の埼玉市民。もう自分で行きます。藤井が局面を打開。さあ、右に先頭、そこを使います。同じタイミングで背後を取ることができると、まあ、攻撃のスイッチは入りましたけど、ただ試合を通して中のビルドアップに対して守備のスイッチを入れてますから。あ、これ藤井が持ち上がります。違いますが、先頭と同じポジションに入ってます。ここは藤井がうまく1人剥がして運んでいきます。今シーズンここまで全試合に先発で出ています稲垣。藤井からスペース、これはパスが強くなりました。稲垣のポジションですが、これレオシルバとやっぱり前ですかね。そうですね、シネヒロと並ぶような形のポジショニングになっています。把握しながら立ち位置は取れていると思いますし、はい、奪い去った藤井、柿谷、藤井に返す。センターバックに中央の選手がここまで来ました、うん、さあ、ここで奪った大橋。あ、すぐさま取り戻しました藤井です。少しここボール長くなりました。落とし切ることができませんでした。さあ、藤井から、さあ、京都がボール支配率 56%。 さあ、藤井が持ち上がって、ここは竹富が行く。